こんにちは、スパオです。今回はこの時期のカルディの新商品を中心に9品ご紹介します。この時期ならではのアイテムが登場するのでメモのご用意をお忘れなく。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、まず1品目がモヘジのオーバジェノベーゼ。本来はバジルとニンニクとオイルをベースに作るジェノベーゼを大葉をメインにこしらえた和風ジェノベーゼソースです。いろいろなレシピに使えるそうですが、今回はフェットチーネに合わせてみます。大葉は生のものを使用しているおかげか香りがとってもフレッシュ。色味は大葉だけでなくほうれん草も使っているようです。大葉らしい爽やかな青々しさとそれを邪魔しないニンニクの風味がグッド。ニンニクは名産地青森県産のものを使用しているこだわりぶりです。かすかにカシューナッツの食感もあり、わずかながら食感でも楽しめます。結論、これ美味しいです。このままでもいいですが、クリームと合わせてソースにしても美味しそうでした。公式のレシピにはクリームチーズと合わせてディップにともあります。個人的には冷ややっこにかけても美味しそうな気がしました。思っている以上にいろいろなレシピに使えそうです。ホーマーのドンマニュエルリキッドコーヒー無糖。こちらカルディのオリジナルではなく、パックのコーヒー飲料の製造が得意なホーマー社の商品です。成城石井のアイスコーヒーもここが作ったりしています。結論、少しクロウト好みな一本です。今回の豆はホンジュラス産 100% で、標高900から1200メートルで栽培されたハイグロムと呼ばれるものを使っていて、それを無糖でストレートバージョンに仕上げています。メキシコやホンジュラスなどは世界でも珍しい豆の産地の標高で格付けをする国で、一般的に標高が高いほど酸味のまとまりが良かったり、高品質な豆として分類されることが多いです。まずストレートで飲んでみますが、パワフルな苦味と爽やかな酸味を感じます。抽出自体は粗挽きネルドリップで行っているため、特有のまろやかさと後味にじんわりと残る甘みがいいですね。コクも程よく感じるので、ストレート単体だと結構パワフルな印象です。その分氷を入れるとだいぶとっつきやすくなります。これ好きな人は好きな味。続いてミルクを入れてラテにして飲んでみました。ミルクが入ることで先ほどは感じにくかったコクが加わるので、全体的にかなりバランスの取れた味、かつ苦味が相応に残っていることで、ただの優しいラテになっていない、この絶妙な一癖がクロウト心をくすぐってくれるんです。全体的にパンチが強めなコーヒーなので、少し飲む人選びそうではありますが、いろいろなコーヒーを飲んできた方にはぜひともおすすめしたい一本です。カルディのシリアルクッキークランベリー。定期的に登場する数量限定のクッキー、海外っぽいパッケージですが、実は国内製造の商品で、製造元はイオンなど多くの小売業のプライベートブランドを手掛けているシルビアさん。クッキーやドーナツなどの焼き菓子を得意としています。これただの小麦のクッキーではなく、全粒粉小麦とオーツ麦をベースにした穀物の風味を感じるクッキーで、そこにクランベリーを加えて食感と風味をプラスしています。こういったタイプのクッキーは海外のものでよく見かけることが多くって、中にはしけたような風味が飛んだような特有の癖があったりするので、買うときちょっと勇気がいるんですが、このクッキーはそういった心配はなし。バターを使っていないので食感はハードめなザクザク食感、油脂の香りは全体的に控えめなので、オーツ麦の風味がいい具合に出ています。クランベリーの量は控えめではありますが、たまに当たる弾力のある果肉感は食感のいいアクセント。1枚のボリューム結構あるんですが、甘さが控えめな分結局止まらないタイプのクッキーでした。カルディのコーヒースティックパイ。季節限定、数量限定の商品なので
どうぞお急ぎください。カルディオリジナルのインスタントコーヒーエスプレッソを使用したスティックタイプのパイです。中は個包装で6袋入っています。この手のお菓子ではかなり原材料がシンプル。コーヒーの風味がどこまで引き立てられているか楽しみです。表面には大きめのザラメがたっぷりとついています。このおかげでパイのサクサク感とはまた違うジャリジャリ食感を感じることができるんです。コーヒーの風味ですがほろ苦といった感じ。香りよりも苦味を顕著に感じられたのはエスプレッソっぽさ出ていると思います。この苦味、食べた後も結構口に残る余韻の長さもありました。ケミカルなコーヒーの香りっていうより苦味の部分で感じるコーヒー感に振ったのは個人的には面白いです。数量限定なのでどうぞお早めに。カルディのウイスキープリン、今回の注目商品です。私ハイボールとプリンアラモードみたいのを合わせるの好きなんですが、そもそもプリンとウイスキーみたいなハードリカーってめちゃめちゃ相性いいんですよね。じゃあ最初から一緒にしちゃえばよくないって思ったかどうかはさておき、一緒になっちゃったオリジナルスイーツが期間限定で販売されています。こちら過去にも何回か販売されていて、その度再販を繰り返してきた隠れ人気商品なんです。アルコール分がカラメルのところが 8.5%、 プリンの部分が 6.5% と結構なアルコール度数なので、お子様や妊婦の方はもちろん運転する前には絶対食べないようにしましょう。というのもこのアルコール度数を裏切らないほどにウイスキーの風味が強いんです。これはもうフィルムを剥がしたあたりから香ってくるんですが、一口食べるとより感じることでしょう。味がかなりウイスキーです。香りもさることながら若干ピリピリするような舌の刺激も感じるようで、かなり芳醇なウイスキーの風味を堪能できます。これはすごい。プリンのところもすごいですが、そこのゼリーっぽいカラメルの部分が特に風味が濃いです。プリン自体は常温プリン特有のゼリーっぽさも変な柔らかさもなく、自然なとろっと柔らかタイプ。最後までこの風味と食感堪能しちゃいました。早くもオンラインショップの在庫はなかったので、こっから先は店舗で出会うしかないです。お酒がお好きな方、お酒を使ったスイーツがお好きな方は買っておいて損はないです。モヘジのシャリットリンゴジュース、過去に JAL 国内線ファーストクラスの機内食にも採用された大変高スペックなリンゴジュースが季節限定で登場です。甘みと酸味のバランスが抜群な青森県産富士リンゴを使用した果肉感たっぷりのリンゴジュースですとホームページには説明がありましたが、果肉感たっぷり、この表現だけでは不十分なほどに果肉の概念が別次元です。この注ぐ時を見ていただければなんとなく伝わると思うんですが、かなりドロッとした質感です。すりおろしリンゴっぽい感じもありながら、なんと角切りリンゴも入っているんですよ。原材料よーく見たら顆粒って書いてあるんですよね。ジュースではなかなか見ない文字です。噛むとかすかにシャキシャキと音がするほどに、飲み込むまでの食感も楽しめるんです。甘み付けはリンゴだけでなく砂糖も加えているので、少し舌に残るボリューミーな甘さ。リンゴの風味がストレートに近い感じで香りがいいので、予想以上に一口でいろいろな風味と食感に出会えます。この量でこの値段は大変プレミアムな価格ではありますが、250円の価値は確実にあります。カストナーのオーガニックスペルト小麦クッキーのココア、ちょっと前までカルディではこのカストナー社のチョコウエハースが販売されていて、これがすごいいい味だったんですが、入れ替わるように売り場に出てきたのが一口サイズのオーガニッククッキー。これただの小麦のクッキーではなく、古代小麦とも呼ばれるスペルト小麦を使っているんです。
ペルト小麦は現在私たちが慣れ親しんでいる小麦の元となるご先祖様的な小麦で、必須アミノ酸などが豊富でとにかく栄養価に優れているところや、でんぷんがゆっくりと分解される分血糖値の急上昇が起きにくい低 GI 食品でもあるんです。今回はそんなオーガニックスペルト小麦をベースに、砂糖からチョコレート油脂系まで全てオーガニックで揃えたスペックだけを見れば申し分ないクッキーに仕上がっています。パッと見分かりづらいですが、羊に蝶々に蜂、鶏うさぎの5種類の絵柄がクッキーにデザインされています。甘さ控えめながらココアベースのほろ苦さやココナッツの香りなど、噛めば噛むほど風味が出てくる大変奥深い味のクッキーです。どことなくギルトフリーな感じもあるので、お菓子食べた後の罪悪感みたいのは感じにくいかもしれません。この甘さ控えめ穀物っぽさは若干食べる人選ぶかもしれませんが、甘いの欲しいけどどぎついのは嫌だ、そんな方にはハマると思います。もへじの北海道からふんわりおせんべいきなこ味、お子様からお年寄りまで幅広い層に向けた商品展開をされている岩塚製菓さんの製造です。これとほぼ同じ商品できなこ餅っていう商品があるんですが、それの原材料を一部変更してカルディのプライベートブランドとして販売したであろう商品が今回のおせんべい。岩塚製菓オリジナルで使っている和三盆糖の表記をなくして、その代わりにベースのお米を北海道産に変更しています。近年カルディではこの北海道からシリーズの展開が増えてきているので、その企画に合わせてきた感じでしょう。正直味自体は岩塚オリジナルのものとそこまで大きく変わりません。つまり大変いい味。きなこ系のおせんべいだと越後製菓のふんわり名人ってあると思うんですが、ざっくりイメージあれをもう少しパリッとした食感のおせんべい状にして、そこにあのきなこパウダーをまぶしました。そんな認識で OK です。お米はブランド米の一つでもある北海道産のゆめぴりかを使用していて、きなこに使っている大豆も北海道産です。ふんわりタイプのソフトな食感のおせんべいにきなこと醤油で味付けをした甘じょっぱいきなこパウダーが絶妙に絡んでいます。これ止まんないタイプの危険なやつです。味で迷っているなら買って損なしです。緑茶でほっこりタイムといきましょう。はい、今回最後がハートブレッドアンティークの世にも美味しい桜&桃ブラウニー。桜の風味をつけたブラウニーに桃のアクセントを加えた人気のブラウニー。カルディのオリジナルとかではないので、スーパーコンビニなどいろいろなお店で見かける人気商品です。この時期4月頃まで販売されるのが今回の桜と桃のブラウニーです。ホワイトチョコベースの生地に桜のソースを練り込んで、白桃風味のチョコレートチップを加えた今の時期らしい華やかなフレーバーです。色味は綺麗なピンク色、着色は口なしにビートレッドの天然着色料のみ。食べた感想ですが、桜の風味確かにあるんですが、それ以上に桃の風味がすっごいすっごい。チョコチップにその風味が埋まっているんですが、噛むとふわふわと華やかな香りが出てきます。ちょっとしたコーヒーティーブレイクには最高ですね。セブンイレブンなんかでもよく見かけたので、見つけたらぜひお手に取ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。シリアルクッキーもリンゴジュースもリキッドコーヒーもいい味でしたが、今回はまあウイスキープリンでしょう。予想以上にウイスキーで、ウイスキーたしなむ方には嬉しいお味です。ただ予想以上にお酒の感じが強いので、食べるタイミングはお気をつけください。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品や百貨店グルメなど、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフーエキスパート、最近ではボイシーでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。
今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。